芸能事務所からメールが来たんだよ。なんで？放課後事務所に行くぞ。スマイリープロダクションへようこそ。今回君たちに来てもらったのはどうかな。やってみない？え、アイドル？ちょうど全員揃った。今回ここに集まってもらった3人にはグループで活動してもらおうと思ってる。僕昔からずっとアイドルに憧れてたんだ。だからこそ試してみたいって思ったんです。アキラさんはどうしてアイドルになろうと思ったんですか？俺？アキラ君、君の歌声は人を魅了する力がある。俺はそう思うよ。僕だって何が正解なのかまだわからないですよ。僕は嬉しかったな。アキラ君も歌うことが好きなんでしょ？もっと論理的に言え。いつもわけわかんねえことばっか言いやがって。毎日刺激的で楽しいよ。チャオピー、自信なくなってきた。ほら騒がない。なんで僕も？めっちゃおもろそうやん。万里くん、千尋くん、俺と3人でアイドルになってくれますか？